しもあの時のりみちくんの言うことなら信じるよ、私は。違う、この世界は違うよ。そんな世界あるわけねえだろ。のりみちくん、一緒に来てくれる？ここから始まる幾多の冒険、試されるのは人とポケモンの絆。この人たちはロケット団よ。みんなまとめてゲット。友情なんてものはポケモンを弱くするだけだ。俺をただの人間だと言ったな。認識が甘いぞ、英雄王。お前が挑むのは正真正銘英霊のまがいものだ。武井壮です。みんな柴達也って知ってるか。俺も認める最強の高校生だ。今回もまたどでかい伝説を作るらしいぜ。劇場版魔法科高校の劣等生、その伝説を目撃しろ。覚悟します。どんな結果になったとしても俺はヤマトでテレザートへ向かいたい。行ってこい、ヤマトのところへ。時間断層、本当にそんなものか。衝撃に備え、減速。人たちは一体。時間を支配する、この時のちぎりを使い、人々の時間を食らう悪魔ケイと戦う者、クロノスルーラーだ。問題、クイズとは何でしょう。ん？クイズ？クイズとは万国共通、誰もが知っている遊びである。しかし、その遊びに本気で挑み競い合うことにより、クイズ競技となる。この物語は友人とまたは異性との間で思い悩み葛藤しながらも一歩を踏み出そうとする、6人の男子生徒が織りなした1年間を一緒に見守っていく等身大の純愛ラブストーリー。少年は神様からあらゆる能力を底上げしてもらったからだと、個性豊かな美少女たちと共にのほほんと異世界を巡っていく。突然だが、この教室には平等はあるのか、それとも不平等か。答えは後者、勝者だけが優遇される実力至上主義。優等生と劣等生、勝ち組と負け組、ランク付けされた仕組み。実力世界のこの状況、この逆境を乗り越えよ。自分を知り、仲間を知り、学ぶことの意味。本当の実力、平等とは何なのか。超少子化対策基本法、通称ゆかり法。この国の男女は満16歳になると政府から将来の結婚相手が通知されます。国民の遺伝子を分析し、最良の組み合わせを決定することで、いいことずくめのゆかり婚は科学の赤い糸と呼ばれています。プログラマーの腕の見せ所です。
シルエットアイドルの戦闘。さあ僕たちのお祭りを始めましょう。覚悟はできてるだろうな、ウジ虫ども。勝手に殺すなっての。そういや最近三蔵一行っつって襲ってくる連中がいなかったな。もしかして僕らだと気づかれてなかったんじゃありませんか。汚すぎて。この辺りってもう桃源郷の最域なんだ。ちょっと進むごとに告られるもんな俺ら。行きますよ。準備はいいか野郎ども。何かを超えたかったんだ。可能性は誰にでもある。俺にもお前にもだ。この血が駆り立てる海への挑戦、それが俺の飛び込みだ。俺お前には負けないからな。一人で戦わなきゃいけないからね。長年の因縁を晴らしてやる。魔法の言葉が気づけなかった、許せなかった。掃除するならこれを使えば完璧だ。綺麗好きだね。どんなに実力があっても俺はあんな野郎絶対認めねえぞ。青山は極度の潔癖症なのよ。私が守らなきゃ。青山くんを。変態です。てめえ舐めてんじゃねえぞ。私の青山くんへの思いは絶対にみんなには秘密。The reflection. The shocking answer awaits you here. あなたが地獄に流したいのは誰？私を呼んだ。一遍死んでみる？この子、どこから来たの？ねえねえ、ロボットくん、私わかる？君が助けてくれたんだよ。僕は何なんだ？へそとかロボットに必要なのかね？レグ、これが私たちの住む町、大穴の町、オースだよ。戦争だ。帝国は今後も脅威になり続ける。ダメだ。君だって12年前の戦争は覚えているだろう。あれだけは絶対に回避すべきだ。今風が変わる。3000年の古き歴史の幕引きだ。お待ちください。私たちはこんな理不尽な選択をしなくてはいけないのですか。君は考えるべきでしょう。どうやって生きていくのか。それでは皆さん、戦闘準備を。これは人が願いを叶える物語だ。そう、私の楽園に蛇が現れたようね。アイコーデ頑張ってくださいね。もう様子見です。東の空から夜な夜なドライブ、チクタクチク揺れる夢の東の空から夜な夜なドライブ、チクタクチク揺れる夢の。間違っているものを正し、終わるべきものを終わらせる。そのうち分かりますからご安心ください。ひょっとしたらこの先荒木先輩の力を借りることもあるかもしれませんし。
私が心配しているのは荒木君だよ。あなたはよくわからないものに目をつけられたのかもしれない。行くぞ。入砲テーブルが送る剣撃活撃弾開幕。よし、一丁やってやろうじゃねえか。